では次の曲は怪獣のバラードという、最近の人はあまり知らない、ほぼ50年前1972年に、リリースされたというふうに記録が残っています。ステージ101という当時 NHK でダンサーズみたいな、若者たちが歌っている番組を僕も見てましたけど、そこで、演奏をされた曲です。でこれを選んだのは実は12月の4日に今年愛知で日本の歌声全国交流会という大きな音楽会がありまして、そこで青年の歌声中心にメドレーがあります。そのメドレーの中の一曲なんですけど、どんなメドレーかと言いますと、割と青年の歌声と言いながら古い方がよくご存じの曲が多いようです。順番に言います。平和の鐘、怪獣のバラード、青空、上を向いて歩こう、心の瞳、トモロー、マリーゴールド、マイバラード、愛を勝つ、一つの禁止、平和の鐘ということで、平和の鐘が最初トライに出てきて、みんなでメドレーなんで、全ての曲を全部歌うわけではなくてつなぐんですけども、そんなステージもありますので、皆さん12月4日の、ことがそのうちどんどんと、これからアピールしていきますので、ぜひご参加ください。では怪獣のバラードです。